今回はトマト農家さんのハウスにお邪魔します。作っているトマトのこだわりについてお伺いしたいと思います。美味しいトマトの見分け方について聞いてみたいと思います。それでは行ってみましょう。収穫ゴー。渋谷さん、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、いらっしゃい。ということで、今回はトマトを生産している渋谷さんのハウスにお邪魔しました。トマトの旬の時期はいつですか？旬ですか？旬って今トマトって一年中作られてるんで、特に旬っていう言葉は使えないのかなと思うんだけども、やはり自分が思うには光線が強くなって皆さん汗かいてくるんでしょ、水分欲しがる、そういうのがやはり旬かなと思って、トマトもやっぱそうなんですよ。光線が強く当たった方が美味しいのができるんで、それが旬だと思ってます。ちょうど今からがその季節なんと思っています。作っているトマトのこだわりについてお伺いしたいのですが。こだわりですか？こだわり、うちのこのハウスなんですけども、やはり年に1回土壌消毒ってするんですよ。で、薬を使わないようにしてやってるのよ。このハウスは2タンあるんですよ。坪数だと600あるんだけども、600坪に2トンの米ぬかをまくんですよ。で、耕運して、で、土の発酵を促して、そして消毒の代わりにすると。夏やるんで土の温度が、40何度、もう熱帯夜だと夜でも35度あるんでしょ。で、そんなような感じの時にハウスある程度閉めて、中はもう昼間あったら50から60度、夜でも35度くらんないような状態に2週間か3週間置いておくのよ。するとすごい消毒効果があって、病気がいっぺんになくなるということで、それはこだわってやってます。あの辺にちょっと色がついたのあるんで、そこへ行こう。ということで、今回も収穫のお手伝いをさせていただきました。例えばこいつをもぐときに、はい、できるだけ病気が入らないように極力ハサミは使いたくないんだ。で、取れたやつをこれが出っ張ってるとトマトお互いに傷つけちゃうんで、これをハサミでいっぱいに切ったんです。こう見るとその辺がちょっと赤いかな、はい、うん、それ取ってみて、目いっぱい、そうこれ、うん、150g、うん、傷をつけないように慎重に大きさを分けて収穫していきます。短く見せろ、はい、いっぱい切れた。あ、でももっと短く、なかなか今下取ってんじゃない、下の方ってトマトって日が当たらないんだけども、これ先ほど収穫したトマトです。桃太郎です。で、本当に柔らかい種類なんで、あまり力を込めては持てないっていう感じです。皮も柔らかくて身も柔らかいんで、くんと、先ほど言ったけどちょっと口の中で溶けるような感じのトマトです。すごい上品な感じで、で、ここに星が出ると美味しいって言いますけども、ほんのりあるんだけどもあまり分かんないと思う。でもこれが星がなくても本当に美味しいです。星はどちらかというと水分がちっと切れてきた時の方が出やすいん で、今この時期はそんな水分も切れてないんで、水分を切ったような作りをすると自然に出てきますけども、今あえてそんなバン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 出すようなこともしないし、で、みずみずしいトマトの旬になっていますので、何かその特徴を生かしたおすすめの料理などはありますか？これやっぱりサラダが美味しいと思う。サラダで切ってで食べてみてください。ざく切りもいいし、スライスがまたすごくいい。スライスで通ると食べる、まあ、スライスで食べるとほんと口の中で溶けるんで、スライスがおすすめ。うん、煮込んだりしても美味しくできますか？あ、煮込みもいいですね。ただ形の悪いちょっとお手頃のやつを選んだ方がいいと思います。本当トマト値段がいいんで、煮込むのはそれこそブヨブヨになったやつでも十分なんですよ。なんていうの、ピューレ作ったりミートソース作ったりしてます。うちではね、子供大好きです、孫は出回って生鮮で出てるようなやつは、食べそうになっちゃった、ブヨブヨになっちゃったっていうやつはもう遠慮なくどんどん煮てもとってもいいんだけども、
生でフレッシュで食べられるやつはできるだけフレッシュで食べてください。やっぱりビタミンとかなんか栄養素も多いんで、はい、今回もたくさんのことを聞けたようですね。渋谷さんおすすめのスライスしたトマトを使ったレシピを考えてみたいと思います。柔らかさが特徴のトマトを使って煮込み料理に生かしてみたいと思います。渋谷さんがよくご家庭で作られているミートソースを作ってみたいと思います。それでは藤沢ごはんお楽しみに。